大阪・関西万博では目玉のパビリオンとして8つのテーマ館が作られる予定です。このうち映画作家の川瀬直美さんは命を守るをテーマに命の証というパビリオンをプロデュース。2つの廃校を活用して建築することになっていて、十津川村の旧折立中学校は校舎の一部がパビリオンのエントランスなどに生まれ変わる計画で、今日工事の安全祈願祭が行われました。夢島に、半年間ですけれども新たな命をこう吹き込んでですね、新たな価値観をつけて。解体工事は今月上旬から始まり、来年1月頃に夢島での建設工事がスタートする予定です。